皆さんどうも早見違うな皆さんどうも、はい、これも違うな皆さんどうも早見もこみちです。声がねさあちょっと変えてみようかなと思った。どういうなんかこれあるじゃないですか、なんかみんなの挨拶ありますね。決まりのどうもなんとやですみたいな、そういうのもありなのか。でも俺のキャラじゃないしな、はい、ちょっと一回挑戦してみようかなと思ったんですけどちょっと合わなかったです、まあ、改めまして早見もこみちです。さあお願い飯の時間がやってまいりました。今日のお願いは何ですか。今日はですね、こちらになります。おこちらです。ちょっと袋を開けてください。ほら来た、うまそうだね。これみんな大好き、大好きな、大好きなやつです。はい、コンビニチキン。コンビニチキンですね。はい、これをやっぱり今ですね、はい、クリスマスに近いってことで、うん、僕あの彼女もいなくて一人身なんですよ、はい、でやっぱりちょっとこのクリスマスは一人で、はい、あのチキンを食べようかなと思ったんですけどやっぱりチキンだけだとちょっと物足りないから、そこでちょっと早見さんにいい料理を作っていただきたいなと思い、はあ、寂しい何かこれでコンビニチキンでできないかと。いやーこれコンビニチキンで何か作ってっていうのって、これはこれでもう本当に完成されてるじゃないですか。もうこのままね、うまっ、え超うまっ。え今日終わりですかね。終わりです。あの後で買ってきますんで。うまい、久々に食べたけど。結構今厚みあるんですね。しかもジューシーですね。ジューシーですね、かなり、うん、で衣もしっかりくっついててちゃんとした食感も残ってるし、ちょっとこれペッパーなのかな、もう味付けがしっかりしてるんで、うん、やっぱちょっとパンチがあるし香りが、うん、引き立つっていうか、うまい。そもそもなんでこのコンビニチキンをアレンジしてくれってなったんだろう。お金がなくて、はい、毎日あの牛丼しか食べてないんですクリスマスぐらいはチキンが食べたいなと思って。あだけどなんかチキンだけだとちょっと寂しいから、そうです、なんか自分でちょっとなんかおしゃれな何かを作ってみたいなっていうことですよね。まさに。じゃあこれ食べてから作りましょうちゃんと買ってきますから。じゃあちょっと始めていきますかね。しかしさっきのチキンは完食ですか。完食です。でちゃんと買ってきましたからね、ちょっとあったかいやつを。でこれねあっという間にできちゃうと思うんだけど、このままでもいいんですけど、これをほい2等分にカットします。さあ切るのこれだけです。クリスマスになると僕はよく料理は作るんで。何作るんですか。コース料理は作る。コース作る、うん、クリスマスはねどうですか。皆さんはどう過ごします。今年僕一人で、一人で、うん、どうします。何の予定も入ってません。もう寂しい軍団で、はい、まあちょっと今日これオイル入れたんですけど、まあ、サラダ油でも大丈夫です。でここにニンニク、生姜。デートとかだと旅行行ったことがあるんですか。東京、僕東京出てきたばっかりなんです。あ、そうなんですか。どこなんですか。僕もともと大阪です、出身なんです。あどうですか東京は。結構おしゃれです。みんなしゃれてますしゃれてます僕はあの都会のど真ん中で生まれました。あ、違う違う、今危ない。今ちょっとこうしといて、これフィレンツェ生まれローマ育ち。そうなんですよ。やっぱりイタリアのクリスマスは違いますか。いやもう違いますね。もうすごいよ、もう飾りが。もうその時に飲むワインはもう最高っす。もう本当に
ていうことにしておいてください。もう焦げちゃうんじゃないかって。でね、これどうするかというと、このまま香り移してますよね。そしたら、はい、トマト缶です。しかもホール状じゃなくてダイス状にカットしてあるもの。まあホール状でもいいんですけど、こうやって入れていきます。一気に洋風になります。そう、一気に洋風に。でこれでね、バターを。コクがすごい出そうです。そう。このちょっと冷凍のちょっとこういうのがあると野菜、ブロッコリーとかカリフラワーとか。こういうのがあると、これ普通にスーパーとかでも、スーパーとかでも売ってるやつで大丈夫です。冷凍のものが売ってるんですか？売ってますね。こういうのがあるんで、本当にちょっと時間がない時とかは一時切ったりしなくていいし、カットしてあるんで茹でるだけですから非常に助かります。でね、このコンビニチキンをこのソースの中にぶっ込んじゃって、本当はかけてもいいんだけど、一緒にこうやって軽く煮て味をなじませる。塩コショウも入れてないんですよ。なぜならこのチキンがもうめちゃめちゃ美味しいんで、塩コショウ入れる必要もないんだけど、ただやっぱり和風に仕上げたいっていうのもあるし、やっぱ日本人としては、まあ俺はイタリア人なんだけど、ね、でちょっとお醤油、この醤油があるのとないのと全然違うか。いや違いますね。でお醤油でまたさらにクッとこう引き締まるというか、ほら香りも変わってきたでしょ。全然香り違いますね。うん、でやっぱりトマトだとほら酸味も強かったりするんで、炒めれば少し和らぐんだけど、醤油入れることによってより食べやすくなるというかね、馴染みのある味なんで。今回ほとんど調味料加えてないですね。うん、加えてないです、加えてないです。もうだからバターと、そうですね、醤油で、でまあチューブのニンニク、生姜は入ってますけど、でこれも茹で上がりましたんで、まあこれはちょっと味付けのために塩コショウ振ってもいいんじゃないかなって感じですけどね。いや、ちょっとこうやってカップにね、ご飯を。めちゃめちゃ可愛いです。可愛いでしょ。お子様ランチみたいでしょ。こうやってちょっとおしゃれな感じでね。よし、これいきましょう。でもこの野菜だと簡単に栄養も取れますもんね。うん、これはね非常に助かる。こうやってかけるわけですよ。一気におしゃれになります。うん、さあこの盛り付けしてる時にあれ流してほしいね、クリスマスの曲を。シャン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 から始まって、一番オーソドックスなやつ。オーソドックスなやつ。これ超うまいと思うよ。さあ名付けて何ですかね。コンビニチキンを使ったクリスマスチキンワンプレート。香りもいいし、しかも野菜も取れるんで、もう全然もう寂しくないです。彩りもいいので、全然泣きながら食べることはもうまずない。うん、逆に美味しくて泣いちゃうかもしれない。じゃあいただきましょうか。よし、いただきます。じゃあどうぞファースト。いただきます。めちゃめちゃ美味しいですね。おー、よかった。美味しい、いただきました。結構ガッツリいきましたね。
どうですか味の変化っていうのが。もう全然違います。いやこれ多分ドッキリで、うん、これを出されても、うん、コンビニのチキン多分分からないと思います。あ本当にそれくらい違います。うん、あ本当だ、もう分かんないわ自分で作って言うのもなんだけど完成されたチキンにちょっと加えるだけでまた本当に違った一品になって、ちょっと大げさかもしれないけどなんか本当になんかお店に出てきそうな。一人だとちょっともったいないので、うん、クリスマスの後それちゃうので、うん、頑張って相手を見つけますそこまで結局そうなるんか。あと数日どうした急にでもなんかいろいろイメージするともしかしたらこれモテ飯でもあるかもしれないですね。ちょっと買い物行こうかっつって、でこのチキン美味しいんだよねコンビニのっつって、で買ってそのまま食べるのかなと思いきや何してんだろうっつってこんなの作っちゃった。えキュンですね。キュン、キュンっていうのよ。キュンです。キュンとくるってこと。すいません。キュンです。キュンです。勉強になりますこれまあ今日ちょっと足したらまあいろいろ大変かな、ハードル上がっちゃうかなと思ったけど、よくほら使ってるピザ用チーズみたいので、そう、まあ、あの煮てる時にブワーって入れたらもうそれこそもう、だから相手いたとしたら、まあ、そういうチーズ入れてあげたらもう絶対喜んでくれること間違いなし、うん、ここは恋愛相談所かって。さあいかがでしたか。めっちゃ美味しかったです。いやありがとうございます、よかったです。なんかこういうワンプレートも面白いですね。まあ、今日はいつもよりはちょっと気合を入れて、まあ、洒落た感じにしましたけど、寒い季節なんで何かともうこの時期って非常にもう本当みんな忙しくてバタバタしてるから、もしかしたらこういうのってねパパッと作れちゃうからいいかもしれないね、うん、いやさすが考えてるんですよありがとうございますということで皆さん私は帰りますそれじゃあ、素敵なクリスマスを、良い一日を。これでいいのかって感じだけどそれじゃあ皆さん、とても素敵な、ワンプレートが完成しましたんで、いきますよ。それでは素敵なクリスマスを。